はい。皆さん、こんにちは。ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、一年物語、スケル物思いですね、やっていきたいと思います。公文や官文、教科書によってね、漢字表記やひらがな表記が変わったりするので、その場合はね、学校の教科書の方に合わせてください。 では、行きましょう。昔、若き男、消臭はあらぬ、女を思いけり。ですね。消臭はあらぬのところ、緑でね、ちょっと色を変えてる部分に関しては、問題で出てるかもな、というふうに予想している部分になります。あらぬのぬ、これはね、未然形に接続して、後ろに女という名詞を伴っているので、打ち消しの助動詞図の連帯形ですね。で、女を思いけり。過去の助動詞を使ってます。なので、役としては、若い男が容姿が悪くはない女性を思う。 たという,ふうになりますそして、逆しらする親あり手というふうになってますが、重いもぞつくとてというふうになってますが、ここね、文法的なところになります。何々もぞ、もこそという表現が出てきたら、懸念の構文といって、何々が点々すると困るというふうな訳をします。まあちょっと気がかりだとかね、そういうふうな感じで役を作ったりすることもあるかなと。なので、役を作ると、逆しらするというのは、ちょっと利口ぶって口出しをする親という感じになりますね。息子 が女性にこれ以上恋心を抱いたら困ると言ってという感じですねこの女を他へ追いやらんとすですね推量意志家庭関与遠距離適当の助動詞の無意志ですねここはねこの女性をよそへ追い出そうとするという感じです さこそいえ、こそは形状詞になってますね。ここ、こそ依然形点という風になっているので、逆説協調構文という風になります。だから逆説を入れないといけないんですよね。まあそうは言うが、みたいな感じです。まだ追いやらず、打ち消しの助動詞の図ですね。まあそうは言うが、まだ追い出さずと。人の子になればですね、断定の助動詞ですね、何の上がこうとか名詞がくっついてたら、まあ大体断定でいけばいいと思います。まだ心勢いなかりければ、 ですね仮活用になってます形容詞助動詞続けば仮活用なので仮活用になっているってことはその下は過去の助動詞のケリという風になりますね若い男は親に頼る身なのでまだ気力がなかったのでという風になりますまあ、この辺りねちょっと緑で線を描いている部分というのはちょっと問題に関わるかなという感じですねまあ、女性をね追いやられないようにするという気力のことだという風うに考えてもらえればいいと思いますまあ、なんかちょっと親に反抗するような まあ、心の力みたいな感じですねとどむる勢いなしですね若い男には女性を引き止める力がないのだと。 そして、女もという風に並列しているので、癒しければ住まう力なしという風になってますが、ここは身分が低いという意味で使っている形ですね。抵抗する力がないということで、どうやら男の家と女の家とでは身分の差があると。なので、ちょっとね、女の家の女の方を追いやろうとしているという感じなんですね。去る間に思いは、いや、まさりにまさるですね。同じような動詞に挟まれている場合は、各女子で脅威、 の意味用法で使います各女子詞でね普通体現連体形にくっつくんですけど脅威の意味で使う場合に関しては連用形に接続するという例外が発動しますその間に男性の女性への思いはますます強くなるとにわかに親この女を追い打つという形になります 突然、親はこの女性を追い出すと。男、血の涙を流せども、とどむるよしなしですね。若い男は血の涙を流すが、女性を引き止める術がない。ということですね。まあ、なので、ね、ちょっと障害のある恋に燃えてた男なんですけども、あまりにもね、どうやら気持ちがね、その女性の方に行ってたっていうのが、親に伝わってしまったのか、このままではまずいと思って、親はね、実力行使に出たみたいですね。そして、いて、いでて、いぬ。 ですね。ここ、紙一段同士を使っています。で、この漢字ね、いてというのは、引き入るという字を使うというのはチェックしておいてください。で、死ぬ犬のなへん同士ですね。なへん同士の収支形を使っています。 男泣く泣く読めるですね。これは、えー、左辺の未然形、四段の依然形、寂しい理というふうに覚えるね。官僚存続の助動詞の理を使ってますね。従者が女性を連れて出て行ったと。男性は泣きに泣きながら歌を詠んだということで、結局女は我が身目の前からね、消えてしまいました。入れて稲葉。 ここは未然形プラスバーですね。純接の過程で役を作りましょうね。出て行ってしまったならば、みたいな感じですね。誰か軽女子です。別れの型絡む水量になってるね。役を作ると、女性がね、自ら出て行ったのならば、誰が一体別れづらいと思うだろうかと。そうではなく、強制的に追い出されたから、ありしに勝る過去の助動式の連体形です。 今日は悲しもと。これまで以上にね、今日は悲しいことだよと。を読みて、耐え入りに蹴り。 ですね。にけりにたりのには完了そして過去の助動詞のけりがくっついてます。対いるというのは、ま、あ人事不詳。いわゆる、ちょっと気絶をしているような形で使う言葉になります。親、慌てにけり。にけりにたりのには完了そして過去の助動詞使っているということで、読んで気を失ってしまった。親は慌てたという感じですね。昔の世界っていうのは、死ぬと気絶の区別が多分なかなかついてなかったんでしょうね。現代医学を使っている僕らからすると、死ぬと気絶は 全然違うんですけど、ま、あ当時の人たちがね、心停止、呼吸停止、そして動向反応の停止なんてことをチェックするとは思えませんと。まあ、心臓が動いてるか動いてないかは、なんとなく感覚的に分かったり、まあ、体温が下がるとかっていうのは分かったりするかもしれへんけど、さすがに動向反応はどうやって調べんねんっていうことになりますよね。えー、だってね、ペンライトもあらないわけですから、このね、動向反応を調べようと思ったらね、目のところにろうそく持っていって、ほれほれとかでやるしかありませんよね。もうそんなもんしたらもう、うがもう垂れて、わちゃ みたいな感じになるから <laughs>。まあ、それで起きひんかったらマジで死んでんなという風うにはなるけど、基本的には区別がついてないというところなので、親は慌てて、その後ね、何かをします。見ていきましょう。なお、思いてこそ、いいしかここも逆説協調を使ってますね。こそ、已然形で、しか これですね。過去の助動詞、キーの依然形になってます。やはり息子を思ったからこそ言ったのだがという感じですね。意図隠しもあらじ。ここはね、説明せよという風に問題で出てきたりするんじゃないかなという風に想定してますが、この C は脅威の副女詞になります。で、字、打ち消し推量、打ち消し意志の助動詞ですね。まさか気を失うほどね、男の思いが強くはなるまいとは思っていたがっていう感じですね。 真実と読みます「二対入りにければ二蹴り二たりの二は完了」過去の助動詞がくっついてます。 いや、本当に耐え入ってしまった。気を失ってしまったので、と。まどいて、がん立て蹴り。ですね。癌を立てた。過去の女同士になってます。親は、うろたいてね、神仏に祈願したわけですよ。これですね。亡くなった人を前にして、あるいは気絶した人を前にして、一生懸命お願いをする。で、わーって言ってる時に、生き返れば気絶やったわけです。さすがにね、古文でも色々あるとはいえ、死んだ人間が生き返るなんてことは普通あり 見えないのでまあ実際にあ気絶してたんだなぁというふうに考えてあげればいいと思います今日の入り合いというふうに読みますこのね読み押さえといてください夕方とかねその日没ぐらいのことを指しますが入り合いばかりに対りてですね若い男は今日のね夕暮れ時ぐらいに気を失ってという感じ またの日の犬の時ばかりに「何」形状詞使ってますが犬の時っていうのは何時かというふうに考えると「ね牛しとらうたつ馬羊猿鳥犬いイ,イのあの12種を使っていくと犬の時というのは実は午後8時。 だいたい20時ぐらいになります。12時ってね、こう一周すると24時間なんですよ。ちょっとだから今の僕らの時計とは違うんですけど、ねえから始まって牛、牛虎とというふうに2時間ずつ進んでいきます。だから、ね、え牛とう、たつみ、馬羊猿鳥犬いいですよね。10個目に来てるっていう形になるので、あ、じゃあ犬の時っていうのは、にかけて、午後20、20、午後っていうか20時。 だから午後8時というふうに考えてあげれば OK です。はい。翌日の午後8時頃になってと。かろうじて息入れたり蹴る。官僚存続のたり。そして過去の助動詞というふうになっています。ようやく息を吹き返したと。 昔のワコードは猿、すけるですね。これも官僚存続の助動詞の「り」です。寂しい「り」ね。特徴としては、三辺の未然形、四段の已然形はどちらも A の音を使うので、A の音に「り」とか「る」とか「れ」がくっついてたら、官僚存続の「り」というふうに取ってあげれば OK です。すくという動詞にくっついてますね。熱中するとかそんな感じなんですが、物多い思いを難、形容詞、しける。 係り結びの法則で、けり、過去の助動詞が連体形になってます。昔の若者はそのような熱中した恋とか、物思いね、悩み事というのをしたものだという感じになります。今の大きな、まさに死んやというところですね。ここも現代語訳とかが問題出そうだなというふうに予想してますが、この名は、官僚脅威の助動詞のぬの未然形のな。まあ、ここは脅威で取るのがいいでしょうね。 えそして、ここの助動詞のムーに関しては、こういうふうに、むやみたいな感じで終わってるところっていうのは、推量でいいんですけど、まあ、ちょっとね、文脈的に考えて、可能推量というね、訳し方も実はあったりします。できるだろうかみたいなね、感じです。それを踏まえて、ちょっと役を作るとね。 今の老人にはどうしてこんな恋ができようかいやできないだろうというふうになってるというところですねまあ、この今の大きなというふうに表現してるのは昔の和コードと思いっきり対比させるというところもあると思いますで昔の和コード 若い人たちっていうのは経験が未熟である。で、沖縄というのは経験豊富であるというね、未熟なものと豊富なものっていうのを対比してるというふうにも考えられるな、というふうに、えー、考えてます。まあ、なので、ここに関してはね、現代語訳、そのね、経験豊富な老人にこんな恋ができるかないやー、できないんじゃないですかね、というふうなお話になってると理解してもらえればいいと思います。伊勢物語に関しては、こういうね、熱い恋愛をするような、 えー、和歌を読むような人物のモデルとして有原成平という人物が考えられているのでこのあたりもね問題で出る可能性があるので在原行平有原成平というふうに押さえておいてもらえたらいいと思います漢字で書くとバラ行兵って書くんですよ存在の在に腹っぱの腹そして修行の行ですねそして平平和の平ですね 在原行平です。有原の成平というふうに読むので覚えておきましょう。はい。ということで本日は伊勢物語、透ける物思いについて解説していきました。皆さん定期テストのね、勉強をしっかり頑張ってえ準備していきましょう。公文はエントメドジイテスト勉強頑張って。バイバイ。